はい。今回は、会員制ビジネスのメニュー作りのメニューリストテンプレートの中からイベントですね。17のメニューリストの中からイベントというものをピックアップしてご紹介します。イベントなんですけども、この実はイベントってちょっと聞くとね、まあ楽しいとかイメージ湧くんですけども、まあもちろん楽しいんですよ。楽しいんですけどこのイベントっていうものが、会員制ビジネスっていうのを作っていくにあたって非常に効果があるんですよね。どういう効果かっていうと、 やっぱり何が一番かなと考えてみると、やっぱりですね、会員制ビジネスって継続が大事ですよね。継続が大事ってことは、やっぱり大会率を下げたいんですよ。で、大会率を下げるのに有効なのが、このイベントということになります。なので、この会員になってると、会員だけが参加できるイベントっていうのを定期開催しましょうということですね。何かアイディアとしてないでしょうか。 で、情報とか、情報をあげるとかですね、サービスを提供しますよっていう風な月額課金でね、そういう月額の継続課金のモデルで作ったとしたらですね、その価値よりも、実は長く続くっていうのは、このイベントを通した交流ですね。まあ、イベントっていうのがや,やっぱ交流しやすいと思うんですね。その交流っていうところに価値が生まれてくると、情報サービスがたとえですよ、廃れたと。まあ、そういうことないことに越したことがないです。ですけれども、 まあ例えば、秋が来ちゃったとか、呆れちゃったとか、サービスもいらなくなったんだよなぁと思って、ちょっとやめる理由が浮上したときにですね、この交流ってところに価値が置いている会員さんが多ければ多いほど、大会率ってのは下がるんですね。この人間関係がぐっと、ね、できていると、やっぱ下がるということで、このイベントっていうのは非常に強い効果を発揮してくるんじゃないかなっていうところですね。 ま例としてはね、飲み会とか懇親会でもいいです。まずは手軽にできるイベントっていうのを作っていきましょう。あとはボーリングとかいうことです、ちょっとリクリエーションなところですね。まあボーリングです。で、アイディア例としてはですね、これリクリエーションですね。まずはよく、まあ予とかそういった遊びのようなものですね。まあカラオケとか、こういったものも入ってくるんじゃないかなと。プチ旅行とかですね。あとはバーベキュー、キャンプとかですね。 でちょっとこのレクリエーションよりですよね。カラオケとかプチ旅行とかバーベキュー、キャンプっていうのはね、そういったものなんですけど、あるいはセミナーとか勉強会っていうねイベントと位置づけて作ってみると、まあ、そこに人が集まって交流が起こるので、これもイベントとして捉えることは可能ですよね。まあそういったね、まあ例えば言ってみれば堅苦しいとか真面目なイベントもありだし、ちょっとね、この遊びに近いようなカラオケとか旅行とかですね、もういわゆるレクリエーションという要素も取り入れていくと、よりこう関係性とかね、 仲間意識が強まっていきますので、何かこういったアイディアを参考にしながらイベントできないかなという風うに考えてみてください。